初代スタッフ,フォード子者、ウィリアム・ハワードは、イングランドの貴族。第21代、アランデル博、トマス・ハワードの末息子で1640年に、スタッフ,フォード子者に除せられたが、カトリック陰謀事件により1680年に、退虐罪で処刑された。1929年に、教皇ピュース11世により、列腹された。1614年11月30日に、 第21代、アランデル伯爵トマス・ハワードとその妻アレシアの間の、次男として生まれた。兄に、マルトレーバース教ジェームズと、第22代、アランデル伯爵位を継承するヘンリーがいる。ケンブリッジ大学セント・ジョン・カレッジで学ぶ。1637年に、スタッフォード男爵スタッフォード家の娘、メアリー・スタッフォードと結婚。1639年に、 第6代スタッフ,フォード男爵ロジャースタッフォードがスタッフォード男爵位を放棄した後1640年9月12日の直居場で彼と彼の妻がスタッフォード男爵位を与えられた。ついで1640年11月11日の直居場でスタッフォード子爵に除せられた。この爵位は通常通り大系男子に限定される。この数日後に貴族院議員に列する。 内戦中、国王チャールズ一世の王立海軍に所属していたが、内戦が勃発した1643年には妻と共にアントワープへ逃れている。1646年6月に帰国の許可を得たが、1647年7月にはフランダースへ移住した。王政復古後の1660年6月には、貴族院の決定で彼の財産が返還された。 しかし彼はチャールズ2世が自分に報いていないと考え、宮廷に対して反対票を投じることが増えた。1665年1月には王立教会フェローに選出。1678年7月3日の貴族院では第二代ピーターバラ伯爵ヘンリーモードントと激しい口論をした。1678年のカトリック陰謀事件でタイタス・オーツの偽証によって 他の4人のカトリック貴族と共に逮捕され、ロンドン島に投獄された。1680年12月7日に、大逆罪で有罪判決を受け、首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑による死刑判決を受けた。また全ての名誉、称号を剥奪された。同年12月29日にタワーヒルで斬首で処刑された。処刑方法が斬首に緩和されたことについて、 庶民院内では国王による力なのか、短時間議論が起こった。1685年には、彼の試験剥奪解除の法案が提出されて、貴族院を通過し、庶民院で議論されたが、同年にモンマスの反乱が行ったため、法案は流産した。1688年には、彼の未亡人メアリーと、長男ヘンリー・スタッフォード・ハワードが、スタッフォード伯爵に助せられている。 下って1825年には、マ孫にあたる第7代順断尺、ジョージ・ジャーニンガムが第8代スタッフォード断尺であることが、貴族院によって確認されている。1929年に、教皇ピュース11世により、列服された。1640年9月12日に、以下の尺を新規にノブされる。1640年11月11日に、 以下の借を新規にノブされる。1637年に、エドワード・スタッフォードの娘であるメアリン・スタッフォードと結婚。彼女との間に、以下の三男二女を設けた。ありがとうございます。